Hello everyone, how are you?Global Creative Canada English Head Coach の大です。今日も一日一シチュエーション一緒にやっていきましょう。今日の表現はこちらです。Have you ever been to New York?Have you ever been to New York?Have you ever been to New York? Have you ever been to New you York? to ニューヨークに今まで行ったことがありますかという文章ですね。で、Have you ever been to? ここの Have が現在完了で過去分詞が来るので b e e n というふうに覚えてもいいんですがもうどこどこに行ったことがありますかというのはきっと皆さんが会話の中でものすごく使うことが多いと思います。 なので文法を学ぶこともすごく大事文法を頭で理解することもすごく大事なんですがこういうふうにもう本当に出てくる表現はそのまま丸っと覚えてくださいでそのまままるっと覚えるときに大事なのは頭でやるんじゃなくって口舌の筋肉を鳴らすことがすごく大事なので何度も何度も 特に頭でイメージしながらどんどん下の筋肉を鳴らしていくことが大事だと思います例えば友達の A さんにニューヨーク行ったことがありますかっていうふうに聞くイメージを想定して Have you ever been to New York?Have you ever been to New York?Have you ever been to New York? で、繰り返していくつまりそのままの表現を覚えるときは 繰り返し何度も発音しながら舌を慣れさせてイメージと結びつけて覚えるということを覚えておいてください。Alright?So let's practice. じゃあ今から僕が皆さんに一つ質問します。皆さん自分自身のシチュエーションで答えてみてください。できれば長めに答えてみてください。Alright?Have you ever been to Europe? That's great. Thank you for watching, and see you tomorrow. Bye.